ました。はい。撮っていいですか？あ、いいよ。俺も前ほら。あの友達がワイセットなんで、ワイセット持たらん。あそこでまっすぐガードレール。ダン。戻らない。あれ、お父さんって赤いシートの乗っていませんでした？違いましたっけ？そうだよ。あそこで僕前撮らせてもらいました。陶芸行ったら、陽気なおじさんに そうお久しぶり。あれ、ここに回りました。あ、これだ、見に来た。あ、これそうだそうだそうだ、これだこれだこれそうそうそう、コスマスって書いてある。そう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 。あ、お父さんも一緒にいた。あ、そうだ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 。えらい、よかった。ありがとうございます。ちょっと撮り直したくて探してたんですよ、ずっとお父さんたち。よし、またまた今日僕ね、車違うからちぎられないですよ。あー、そうだ。どっかで聞いた声だと思ったよ。お二人、あー、よかった、会えて。あれからなんかどっかモニハイとかされました？え、どっかいじられました？ですよね、こんな白くなかったですもんね。これって LED ですよね。売ってんですね、こんなのが。あ、そうなんですか。中身だけ変える。中身だけ変えれる。あ、へえー、あ、そうなんですね。え、かっこいい。あとで途中までついていきます、また。じゃあ、こんにちは。じゃあ、この 4L と言います。お車見させてもらいます。よろしくお願いします。でもまだお若いですよね。まあ、そうです。まだ20代？そうです。20代だけ。じゃあ、20代は、あ、これを憧れて。全然なお父さんぐらいの世代の車ですもんね。あ、そうですね。やっぱり年齢も高いオーナーの方はですよね。あれ、でもトレッドの幅はだいぶ違うんですか？そうですね、これ K の枠に収めるために遅くなってて、新車だっていう感じするよね。ですよね。これいつぐらいに買われたんですか？これ納車が去年の11月納車でした。あ、じゃあ僕と一緒ぐらいですね。そうですね、本当だ、一緒だ。もう新車ですね。納期どのくらいかかりますか？これも長いんです。2年です。2年、そうなんです。へぇ、2年前の年末セールの時に契約して、11月なんで、まあ、ほぼ2年。すごい。僕の車も1年ぐらいかかって長いなと思ってたんですけど、2年ですか、はい、フェラーリ並みですよね。面白い。あのマットフラップはご自分で作ったんですか？自分で、はい。やっぱないととんでもないことになります。いろいろと飛んでくる。飛んでますよね。ないとこういう状態。え、あー、ほんとだ、つけてもなる。小石が。そうなんですか。天然の石が全部そんなのほぼ手作りです。すごいな、かっこいい。でもめちゃくちゃ狭いですよね。そうですね、バケットシートじゃなくてもホールドされる感じの。多分私お尻が入る。乗れますよ。乗れますね。でもこの手のシリーズの中で一番スリムなんですよね。そうですね、バーキンとかウエストフィールドの方がもっとでかいんですよね。今日セブンリーズが多いですね。今暖かくなったから。本当ですね、今日暖かいから。あ、そっか。この上のは、インナークーラーのが上で、で下にラジエーターがあるんです。エアコンもついてる、はい、エアコンもついてる。ないです、エアコンないですか？すごいな。これカメラついてるのはやっぱりネットかなんかで？あ、これドラレコです、ね、あ、ドラレコがついてる。あのバイク用の防水のやつ。そういうとこも気を使わないと。あ、AC マインさんじゃないですか、これ。はい、そうです。これなんか使えるんですか、この中って。これ、この中、はい、トランクになってて。はいはい。あの、ホロとかドアとか外したやつをこの中に。いつも入れてはいるんですね。そうですね。ま
そんなに使う機会はないです。これでも雨が降ってきたからといって多いそれと見れないですよね。そうですね、やっぱ早くても3分ぐらいとかは。あ、3分あればできますか。意外と、はい。綺麗ですよね。すごい。これは何なんですか。これはこれは本当はトノカバーっていうもので、はいはいはい、はい、あの車をちょっと離れる時とかこうやって、はいはい、あのまあ蓋をするみたいなやつ。あ、2枚で全部覆うようになったんですね、はい、それをちょっとあの、まあ、付け方を変えて、はいはいはい、あの石とか入りにくいように。ああ、なるほどなるほど。へえ、これやっぱりキャリアドンブー。はい、セブンアイルで。あ、違うか。これだけ軽ければ K のエンジンだって相当重いですよね。ドバウイトリシオだと 86PRZ と同じぐらいになるんでやっぱ軽さってすごいですよね。うわー、いいな。エンジンちなみにかけてますか。こんな音がするんだ。かっこいい。ここにあるんだ、はい、バックホンとか全然ないんですけど。あ、今分かったんですけど、ゲートハムってここについてるんです、はい、吹かしてもらうことできます。ごめんなさい。何度だと。かっこいい。でも、インパでかっこいいですよね。いい音しますね、やっぱり。だってノーマルのマフラーですもんね。ノーマルです、はい。かっこいい。面白い。あ、ここにエアクリがあって。そうですね。こっちから行くんだ。スズキのエンジンが乗ってるんで。はい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 。パワードバイスキンっていうシールがちっちゃく貼ってあったりします。本当だ。映ってる。パワードバイス好きなんだっけ。へえ。いいですね。でもこれって400万ぐらいですか500万ぐらいですか。まあ450ですか。変わんないもん。そうですね。ねえ。スペックがもう圧倒的に。いやいや、多分ここ走ったらこっちの方が早いから。いやいや、ね。すごいな。あ、いいですよね。納期一緒で。あ、隣に飛ばさせてもらっていいです。今入るの86とかじゃなくてやっぱりこれが。何者じゃない。これ効かないんじゃないですか、ワイパー。ですよね。まあ雨の日走んないからね。え、でも一応屋根つけるたいからこれつけられて、これオプションですよね確か。ね、普通のちっちゃいやつですもんね。またこれがあの S コックっていうのが。はい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 。そうすると、まあ、あの基本的にみんながつけてるようなオプションが最初から。あ、そうなんですか。されたまあ、なんかお買い得仕様みたいな。え、じゃあホイールはこれはまた違ったりするんですか。ホイールこれはこのままですか。ホイールはこのままですね。あ、